ではバンラジ今週のインタビューです。今週はお二人に伺います。一人目はこちらの方です。背番号とお名前をどうぞ。背番号7番中村太一です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ラジオを聞きの方は分かりません。動画をご覧の方はいつもと背景が違うなと思いますが、今日はダイスタのアウェーチームのロッカールームでお話を聞いています。はい、アウェー用のユニフォームが向かい側に落ちてますね。はい、はい、水曜日の練習後にお話を伺います。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。いよいよ今週は県勢対決の週がスタートしたわけですが、今日の練習いかがでしたか。週末に向けて、まあ、みんな多分気持ち入ってると思うんで、うん、まあとりあえず今週で一回中断するんで、まあ、その週末の試合に全てをかけるつもりで、うん、まあ、この1週間準備していきたいと思います。1ヶ月空いちゃいますからね。そうですね、はい、勝って中断に入るのとそうでないで中断に入るのは結構違うでしょうね。そうですね、やっぱ次の試合の中断明けにも、まあ、気持ち的にも入るよく入れるかっていうのがあると思うんで、まあ、週末は勝つつもりでやっていきたいと思います。はい、前節第3節、2ヶ月で3回の九州遠征のラストホンダロック戦でした。シュートもたくさん打って、惜しい場面もたくさんありましたが0対0でした。前節振り返ってどうでした。まあ、攻撃の部分でやっぱり、まあ、いいとこまでいっても最後決めきれないっていうのがやっぱもう個人のクオリティだったり、うん、そのコンビネーションだったり、まあ、もうそういう部分だけだと思うんで、まあ、今の状態を続けつつ、うん、やっぱ最後のところでやっぱ質を上げていかないと点は取れないと思うんで、やっぱそれをまあ一人一人が意識してやっていかなきゃいけないのかなっていうふうには思ってます。はい、すごくいいチャンスを作り出せてるように中継見てて思いましたが、プレッシャーっていかがでしたか。まあ、そのチャンスを作れている中でやっぱ決めきれないと、うん、やっぱじれてくるというか、まあ、後半、まあ、ピンチを作ったり、うん、やっぱ取れるときに取らないとっていうのがあるんで、やっぱそういうのは、まあ、攻撃陣の責任でもあるんで、そういう部分でやっぱ修正していかなきゃいけないかなと思います。ここまでチーム単独トップの5得点ですが、まあ、セカンドステージ、まあ、折り返しも過ぎたわけですけれども、今季ここまでいかがですかご自身。で、まあ、もっとチャンスがある中でやっぱ5点、まあ、もう倍ぐらい取れててもおかしくないぐらいチャンスあったんで、やっぱそれを残りの試合で取っていくか取っていかないかでやっぱり試合に勝てるとか勝てないとか J3 昇格できるできないっていうのにすごい大事な部分だと思うんで、うん、やっぱそれは自分自身もっとやっていかなきゃいけないなっていうのは思います。まあ、八戸は暑くなったり寒くなったり、はい、涼しい八戸で調整できても遠征で行ったら暑かったり、体調を崩キープするのも大変かと思いますが、体調やコンディションなどは太一選手はどうですか。でもそんなすごい悪くなったりはしてないんで、まあ、でも暑いからといってまあ、それを言い訳にはできないんで、うん、まあ、どこ行っても勝てるようにしないといけないと思います。はい、太一選手にこうやってじっくりお話を伺うのは2回目で、前回は本当にまだまだアリーナで練習していた頃だったんですけれど、はい、まあ、もちろんこう試合も重ねながら、あとはいろんな地域の活動にも参加してまして、バンラレタイムで小学校行ったり、ショッピングセンター等で告知活動もしたり、七夕で子供たちとフットサルやったり、あとはさくらんぼやニンニクの収穫のお手伝いもしたりと、いろんな活動に参加していますが、こういういろんな活動を参加してみていかがですか。でもこういう活動をすることによってやっぱバンラレ八戸っていうのを皆さん知ってくれたり、うん、まあ、応援しようと思ってくれたりすると思うんで、まあ、すごい大事な機会だと思うんで、まあ、一生懸命これからもあったりやりたいと思います。はい、今週も小学校行くんでしたっけ。そう、明日行きます。はい、どうですか子供たちとの、壁はもう取り払われてますか。いや、
まあでも子供はみんな素直なんで、うん、まあ楽しんでもらえればいいかなっていうのは思います。あと農作業の、ね、はい、お手伝い、さくらんぼ、にんにく収穫、はい、秋吉選手とだったり近石選手だったり言ってましたけど、いかがでした？でも経験したことない作業で、うん、まあ、農作業がどれだけきついかとかそういうのもまあ実際やってみて、まあ、きつかった部分はあるんで体まあそれはすごいなって思いましたね改めてね、はい、食の大切さが身に染みたでしょうね。はい、はい、さて、今週は県勢対決ということになります。29日の2時からラインメール青森戦、まあ監督もセカンドステージはどの試合も決勝戦のような気持ちでとおっしゃっておりますが、やっぱり相手も相手ですし、去年いたチームですし、特別な思いというのはありますか？まあそんな特別な思い、まあ、そんなすごいあるわけじゃないんですけど、やっぱりダービーってことで、やっぱどの試合よりもやっぱ勝たなきゃいけないというか、やっぱサポーターもそういうのを期待してると思うんで、もう勝つことしか考えないでやっていきたいと思います、はい。ライメールさんも結構選手も入れ替わりまして、前回5月で大スタで阿部の扱いではありましたけど対戦しまして、どうですか戦ってみての印象っていうのは。まあ、やっぱ結構つないでくるイメージがあって、後ろからしっかり組み立ててくるというか、うん、そういうイメージがあるので、まあでもやってて別に全然やれないことはないと思ったし、まあうまくこっちのペースにすれば全然勝てると思うんで、うん、まあ、それが前回はうまくいったのかなというのは多分で、まあ、今回もそういううまくいけば、まあ、いい試合ができると思います、はい。まあ、相手も前回ちょっと連続失点もあって、そのあたりこう立て直してくることも考えられるわけですが、今回の試合のポイントどんなところだと思いますか？やっぱ先制点がすごい大事になってくるかなって思ってて、うん、まあ、この暑さとか、まあ、精神的な部分でやっぱ先制点を取ったチームが有利だと思うんで、いかに早く相手より先に点を取れるかっていうのは、まあ、それはチームの課題でもあるんで、うん、まあ、それを目指してやっていきたいかなと思ってます。じゃあ太一選手の先制ゴールを期待してもいいわけですね？はい、取るつもりでいます。はい、ほとんど言わせてしまったかもしれますけれどもはい、お天気も今のところ良さそうですし、はい、子どもたちの夏休み中最初で最後のホーム戦に、なってしまう、まあ、いろいろ注目も集まるゲームで、ね、選手にはプレッシャーもちょっとかかってしまうかもしれませんが、ぜひ意気込みとラジオ機のサポートの皆さんにメッセージを太一選手からお願いします。まあ、これから全部決勝戦のつもりでやるっていうふうにチームとしてはなってますけど、やっぱダービーはそれ以上に特別というか、やっぱ応援する人からしたら絶対負けてほしくないと思うんで、まあ、それは皆さんの応援も借りて、まあ、勝利できるように精一杯やりたいと思います。ダービー男楽しみにしますよ。はい、前回点取れなかったんで、まあ、次は点取って勝ちたいなって思ってます。はい、分かりました、楽しみにします。はい、はい、じゃあ万全の状態で日曜日迎えていただきたいと思います。はい、バンラル八戸7番中村太一選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。